スダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Sダーツアンバサダーの後藤智也です。本日は僕のトリニダード移籍後初のモデルキットのご紹介と Twitter で募集した質問に答えていきたいと思います。それではどうぞ。質問コーナー。 Sダーツの公式 Twitter で募集した質問に答えていきます。たくさんの質問が届いたということで本当にありがとうございます。キョンさんからいただいた質問です。後藤智也プロに質問します。ダーツを始めたきっかけは何ですか？毎日どのくらい練習していますか？ジャパン応援してます。これからも頑張ってくださいね。に対してですね、始めたきっかけは、高校の生の時に、友達に誘われて漫画喫茶でダーツをしたのがきっかけです。毎日どのくらい練習しているかは、そうですね、普段ダーツバー勤務しているので基本毎日投げているんですけれども、調子を崩している時とかはその出勤30分前あと前後ですね、一人でみっちり投げるようにしています。まっちゃんさんからいただいた質問です。いつも応援させていただいてます。後藤プロに質問です。調子が悪い時には何を意識して練習に取り組んでいますか？そしていつも手につけてらっしゃるパウダーみたいなのは何なんでしょうか？ぜひ教えてください。調子が悪い時はそうですね、もうリズムが悪くなっていたりとか変にちょっと癖がついてしまったりしている時が結構僕は多いので、カウントアップをベースにブルーをたくさん投げて、リズムよく投げることをイメージしてやっています。そしていつも試合の時に使っているパウダーはあのベビーパウダーで、僕ベタベタするのが嫌なんで、あのサラサラさせるためにベビーパウダーをつけて試合に臨むことが多いです。死にかけさんからいただいた質問です。いつも後藤プロの試合を拝見させていただいています。後藤プロはここぞという時にしっかりと決める印象が強いのですが、メンタルなどで意識していることなどあるのでしょうか？また差し入れなどでもらうと嬉しいものなどありましたら教えてください。そうですね、メンタル面はもう楽しくがむしゃらに投げているので意識していることはあまりないんですけれども、本当にここのワンチャンスを決めなければ負けるっていう勝負の世界なので、もう自分の気持ち強く投げ切ろうと思ってやっています。差し入れなどでもらうという体験はあまりないんですけれども、そうですね、試合は甘いものとかチョコレートはちょっと食べれないんですけど、甘いものとかスポーツドリンクとかいただけたらすごく嬉しいと思います。タクトさんからいただいた質問です。パーフェクトからジャパンに移籍してここは変わったなという部分があったら教えてください。そうですね、やっぱり入れ替え戦抜けるとやっぱシード選手になって次のステージがお昼からになるという、そこのやっぱその入れ替え戦っていうところがやっぱりすごくパーフェクトにはなかった新しい体験だったので、そういう経験積んで抜けるまで本当に苦労しました。初心者さんからいただいた質問です。今までで一番緊張した試合はいつの誰との対戦でしたか？これはもう僕が初めてジャパンで入れ替え戦を抜けた時の相手なんですけれども、小野圭太選手です。もう初めて入れ替えに行って初めて突破した試合なのですごく緊張しましたし思い出に残っています。以上です。皆様たくさんの質問ありがとうございました。またSダーツで質問を募集する際は皆様よろしくお願いします。今回発売されるキットについて説明していきたいと思います。ソフトが、通常版、トリニダート限定版、Sダーツ限定版の3種類とスティールが1種類で合計4種類の発売となります。今回のスペックですが、
ソフトは長さが51ミリ、太さが 6.5 ミリ、重さがバレル単体で 19.5 グラム。スティールは長さが51ミリ、太さが 6.6 ミリ、重さがポイント込みで 23 グラムとなっております。通常版はシルバー、トリニダート限定版はブロンズ、Sダーツ限定版はブラックを基調としたデザインとなっております。皆さんお好きなカラーを手に取っていただけたらと思います。今回キットと一緒に僕のコンドルアックスも発売されます。GT モンスターシリーズという形でポップな可愛いデザインとなっております。フライトの形状はスタンダードで、通常版がクリアとネオンイエロー、Sダーツ限定版がブラックの合計3色の展開となります。こちらもぜひよろしくお願いします。はい。はい。そうですね。やっぱこのグリップでこの握った時の安心感と、やっぱリリース時のグリ抜け感で、このドット数とか調整してもらって、もうそうですね、太さスペックも好みのものでやらせてもらいました。はい、そうですね、スティールとソフトはやっぱり、ソフトはまっすぐにしか刺さらないんですけど、スティールはやっぱりあの角度が変わってくるんで、別物って捉えてるんで、太さも変えてカットも異なるものを使って、この握ってインスピレーションが湧くようにっていうコンセプトでやらせてもらいました。はい、そうですね、理想はもう投げるようにもよりますけど、1ヶ月ぐらいで買いたいなと思ってます。はい、はい、コンドルアックスの GT モンスターシリーズの L スタンダードですね。でチップはコンドルチップの黒ブラック使ってます。ですね、グリップは、まあ、こういう感じです。ちょっと人と違ってかなり、中指 と薬指が巻き込んでる形になってるので、あまり参考にはならないかなと思うんですけど、そうですね、自分が大事にしてるのは親指の位置とこの中指の位置ですね。最後抜け感の時に転がっていく感覚があるんで、この中指と薬指、そうですね、薬指のところをすごい大事にしてます。
はい、皆様ここまでいかがだったでしょうか。オンラインショッピングをご希望の方は動画の説明欄にある S ダーツのリンクをぜひチェックしてください。またお得に購入ができるので、ぜひ僕のクーポンコード GT を入力してぜひ買ってください。また S ダーツの実店舗である池袋店、錦糸町店、台湾の台北店の3店舗で視聴が可能となります。お近くの方はぜひ足をお運びいただき、心ゆくまでぜひ投げてってください。動画の高評価、チャンネル登録、高いコメントぜひよろしくお願いします。以上、 S ダーツアンバサダーの後藤智也がお送りしました。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。